こんにちは、ナイロン番組のナイロンです。私もついに番組とデビューしました。私ずっとね、番組とかね、欲しかったね、スクイーズありまして、そのブランドが KIIBRU、 多分キーブルって呼ぶと思うんですけど、そのキーブルブランドから3つも紹介してみます。まずは野菜から、アボカドスクイーズ開けてみましょう。そうなんだ。はい、開けてみました。匂いはね、洗剤めっちゃいい匂いしますね、これ ね、 ね、またこれ、またすごいのがね、見て、なんか緑色なの、これ。いきます。めっちゃちっちゃくなるんですよ。私アボカドバーガー好きなんでね、これゲットしました。アボカド普通に美味しいですね。戻んない。バングッド以外でアボカド見たことないんで、こういう見たことないスクイーズはバングッドさんいっぱいね、ありますので、ぜひ買ってみてください。めっちゃね、リアルなんですよ。だからほら、多分これ切ったらね、中緑色になってると思うんですよね。アボカドって、こう切ったら中にでかい種も入ってるんですよ。まあ、それが入ってて中がなんかこう、硬くなってればね、なお良かったかもしれないですけど。まあ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 、いいですよ。それでは、続きまして、こちらは、果物ですかね。はい、ザクロでございます。ザクロ食べたことある方手挙げてください。食べたことある人はグッドボタン、食べたことない人はチャンネル登録、こちらもね、キーブルになります。今回ね、全部このキーブルさんのやつをね、使ってます。読み方わかんない、多分これザクロの匂いではないんじゃないかな。まあ、ザクロってなんかさ、シャンプーとかあるよね。リアルですね。これ中はね、黄色です。はい、それでは潰しちゃった。あれ、全部低反発なのよ。うん。すごいね。ザクロスクイーズもね、見たことないですね。さすが、パンギットさん。続いては、マネの一押しでございます。花巻パン工房。キャリア。花巻パン工房。花巻パン工房。なんぼ。花巻パン工房。おいにーは、いちごです。これ、花、だから、まあ、花巻パン工房。花巻パン、これ花みたいな形してるんで、バラっぽいじゃないですかね。花巻パン工房って言うんですけど、工房関係ないですね。花巻パン工房言うてないね。で、これ花じゃないですか。なので、やっていこう。キアリア、ウーマン、女に生まれてよかった。どうも、合理的な仕事ぶり、充実した私生活、キャリアウーマンです。花巻パン工房。花巻パン工房です。ナイロン番組を見ているみんな、自分から彼に出ないとスクイーズ買えないと思ってない？じゃあ、質問です。花は、自分からミツバチを探しに行きますか？行かない？待つの？握ってごらん？潰してごらん？自然とスクイーズは寄ってくるから！自然とスクイーズは寄ってくるから！スクイーズ、はっ、自然と寄ってきたでしょ。ほら、潰してごらん。ほら、おち、パン工房。でってってでって、キャリア、ウーマン、おー、スクイーズ。ということで、バングッドさんでゲットした、花巻パンスクイーズと、ザクロスクイーズ、アボカドスクイーズになります。概要欄にリンク貼ったのでね、ぜひ皆さん買ってみてください。ちょっと安いです、ほんと。ということで、キャリア、チャーベバイ。